はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。おにょへい様、しんてら様、かずさのすけ様、あたりまえだ様、なか様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。プレシャス様、ご夫妻、ご支援と物品とお手紙ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。物品やお手紙などの送り先は動画説明欄もっと見るをクリックなさってください。よろしくお願いいたします。2022年12月6日開催の NHK 経営委員会、これは執行部12人、まあ、部長とか専務とか、そういう連中 NHK 側、と、NHK 会長1人と、経営委員12人がいろいろ質疑応答するっていう形式でやってるもんなんですけども、月2回かな。視聴者からどうしてスクランブルしないのっていうですね、質問に対しての NHK の最新の回答、公式の回答がこちら。放送法15条により、日本全国にあまねく良質な番組を届けるという使命を持たされている。払わない人が見れないのと、それと相入れない、全国あまねく実現のためっていうんだったらですね、全国の世帯に NHK がテレビを無料配布して、どんな山奥だろうと電波届くようにしてやる義務が発生するんですけど、使命っていうんだろうね。そんなのは嫌なんでしょうね。スクランブルにしてですね、払ってる人はあまねくでいいだろって聞いたら、なんて答えんのかな。それともですね、まあ地震や災害、戦争勃発なんて時はスクランブル外して全世帯が見れるようにすりゃいいじゃねえかって聞いたら、どう答えんでしょうね。さらに、受信料は公共放送存続のための金であって、番組視聴の対価ではない。見ようが見まいが払ってもらうからスクランブルにしないと、一体何様なんだろうな。NHK などなくていい、むしろない方がいいって思うのは私だけではないはずですよね。これこのように脳みそがどうかしちゃったと思われるような理由でスクランブル、まあどうにかこうにかひねり出したへりくつがこうなんでしょうけれども、スクランブルにしとですね、売り上げ半分以下になっちゃって崩壊するって知ってっから、スクランブルにしたくないいうだけのことであります。こういう回答はですね、時期によってちょっとずつ変わっていくもんなんで、今後もね見張っていきたいと思います。来年1月下旬の通常国会召集前に、内閣改造する方針だそうであります。公選法違反疑惑のある秋葉賢也復興大臣は交代って決まってるみたい。ネットなのです。なんという期待感のなさまずお前がやめろ。これ総理ですね。総理が一番のガンなのに改造って、岸田の脳みそを改造しろ。無能のくせにまだ総理続けたいの。解散総選挙しろ。総理が一番いらない。こいつら階段で写真撮りたいだけだろ。増税しない公約だったんだから解散すんのが筋だろ。増税だけは何としてもやり抜くという強い意志を感じる。過去最低を記録して下げ止まる様子も材料もない支持率が内閣改造の原因みたいであります。改造でもしてみっか。支持率下がっちゃってひでえから。どうせ宏池会でシャッフルすんでしょ。そんなのやっても支持率上がんないと思うけどね。とりあえずですね、高市早苗官房長官であるとか、小野田君総務大臣であるとか、まあ、NHK に厳しいこと言うね、杉田水脈外務大臣とかを希望します。逆にこれぐらいやらないと変わったなって思われないですよね。選挙運動員買収疑惑の秋葉賢也復興大臣更迭は確定的。選挙の時建前上はまあボランティアでやるんだよ。
そうしないと金持ち有利になっちゃうから、言うんですけど、まあまあ、給料払っちゃったみたいですね。日当っていうか。委員会中に救急搬送された谷浩一国家公安委員長も健康上の不安から交代。新閣僚に不祥事が発覚すれば、政権にとって深刻なダメージとなるため、一部交換も出ている、だそうで、まあ全特会しないで、ちょっとだけ変えてお茶に濁すみ。ということはよ、そんなのが心配されてる。大臣になってからなんか不祥事出ちゃうと、そんなことを心配してるってことは、岸田政権にですね、身体検査能力なしと。ダメだこりゃ。私的に見どころはですね、ウミガメ、外務大臣留任か交代か。で、中国への態度がわかりますよね。留任なら相変わらず、媚び中路線と。交代でも後任によっては媚び中。ハニトラズッポシの松下新平参議院議員になったりなんかしたら、ああ、中国べったり余計ひどくなったよなって、思えるわけですけれども。12月16日、岸田総理、防衛費を借金で賄うことが本当に良いものか、自問自答を重ね、やはり安定的な財源、括弧増税で確保するべきであると考えたと。12月22日、やっぱり建設国債の一部も防衛費に回すわ。艦船や老朽化した自衛隊施設が対象で、規模は数千億円程度だそうであります。たったの1週間でコロリと変わっているいうことが、これ増税したい言い訳じゃないか。自問自答を重ね、やはり安定的な財源増税、やっぱり増税したいから言い訳して、なんとかなんとかひねり出して、借金で賄うのいくないぐらい言ってね、ネットなんです。政府の施設のメンテナンだから当然だろう。防衛国債売り出せば新兵器は一部増税で装備拡充は国債でってこと？海保には建設国債使ってんだから、最初からそうすりゃええものを。増税もして国債も発行ってマジ。増税は1年間先送りになっただけ。無駄に支持率落としただけだったな。もっと考えてから喋れバカ。国債が次世代の負担ってどういうことなの？資産だろ。資産です、実は。国民の資産、政府の借金。国民と政府は会計がリンクしてない。政府がいくら借金しようが知らねえ。国民は政府に金貸してる側、つまり資産。銀行預金がその原資です。何言ってんだろうね。最初から間違ってんだよね、岸田総理ね。財源が税収だろうと、国債だろうと、何使おうと、過少分総金額が減るだけで金に名前ついてねえべって、今年は国債や税収合わせてもろもろ100兆円使えますねってなったらですね、何に使おうがそれから減っていくだけで金に名前書いてねえんだから、関係ねえべって話なんですけど、だからですね、これは何々以外には使っちゃダメとか、これは何々に使う予算だから金だから削れないっていうのは財務省の詐欺、欺瞞、嘘であります。消費税は福祉に使うから削れないとか言って反対しにくくしてんのよ。要するに財務省が。金に名前書いてねえべって話なんですけど、外観誘致主義者で日本人の敵の朝日新聞、建設国債も借金で違うから、資産だから、将来世代に負担を強いることになる。他の防衛装備品にも対象が広がれば、防衛費の無秩序な拡大につながる恐れがあるーつって悔しそうで何より朝日新聞社員はストレスで免疫低下するといいですねいう話になります。原発は新設できる、増やすこともできる。60年超えてもメンテナンスがしっかりしてれば使える。脱炭素のためしゃあないっしょ。12月22日閣議決定、共産党ギャオーン。原発は人民軍にとって危険だーってことをわめいてたらしいんですけど、ネットの話です。相手にしなくていい共産党が反対だから何、ちょっと何言ってるかわからない。
それで共産党はどうしてんだよ。代わりになるものを提示してから発言しろ。庶民は高い電気代に苦しんでいるのに。多数決で決めよう。これが一番嫌な言葉じゃないでしょうか。共産党にとって多数決で決めよう。エネルギー安保の失敗で改選に至った反省が足りない。まさにその通り。ABCD ホイモで原油の輸入封鎖されちゃって、そんで改選やむなしってことになったのに、エネルギー問題は日本にとって、非常に大事なことですよね。原発動かせば電気代に下がる。震災前、参考にすればですね、一般4割、産業用5割下がる。今はそのぐらい上がっちゃってるから、震災前より。庶民の暮らしが楽になり、幸福度が上がるとですね、共産党は都合が悪いんですね。金持ちが悪い、社会が悪い。安倍は、これをですね、ルサンチマンゲージと呼ぶらしいんですけれども、幸せになると、ルサンチマンゲージが下がっていく。これ不平不満ゲージって言ってもいいかな。これが高まらないと、革命必要でしょってことにならないんで。いいよ今のままでってみんななったらね。それに今でも世界一の原発技術を持つ日本はですね、もっと核研究に突き抜けてしまうと、思いもよらない素敵な兵器を作っちゃいそうで、まあ人民軍が怖がってるんですよ。まあ米軍もですけどね。原発を消滅させて日本の核の知識を衰退させたい目的で動くっていう反原発の連中であります。まあ当然そこにはですね、日本を侵略したいっていう外国資本も投入されてて、まあいつまでたっても元気ですよねあいつら。人民の金じゃなくてですね、産油国の金も密かに入ってんじゃねえべがって私は思っておりますけれども、共産党は庶民じゃなくて人民の味方ってことで、会員選考に外部意見も取り入れる。政府の学術会議改革方針に共産党新聞赤旗、学問の自由を何重にも侵害する。なんで侵害、どこがどのように侵害なのか、っていうのは書いてない。いつもネットの話、お仲間だってはっきり分かんだね。まさにしのぎを削る。だから食いぶちになってますからね、学術会議は共産党の、コラボと一緒。共産党で養ってやれば金あんでしょ。言えば言うほどダメ組織だとわかる。普段は税金の用途にうるさいのに、この件に関しては調査させないっていうのはなんで。身内だけの誤選にして外部の意見を入れるなって自分で何言ってんのか分かってんのかね。こことか社団法人とか共産党の利権が話題だね。必死で抵抗してるみたいだけど、もうダメだよ。コラボとかでしょうね。共産党が絶叫っていうことは、改革案は正解ってことなんでしょうね。日本学術会議の実績なんてですね、レジ袋有料化。よっけーな、しやがってよ。バブルジェットによる感染燃費改善の研究をやめさせたぐらいしか知りませんよ、私。義務とされてた政府への提言も長期間サボってて、10年ぐらいサボっててね、日本の学術発展を妨害してた組織が学術会議ですね。要するに、ここが認定しないと学会って名乗れないらしいんですよ。そんな特権を許してていいのかって話。3年から6年で見直し、場合によっては政府から切り離す。民営化ですね。執行猶予ってことだよ。諦めろよ、諦めろ。もう執行猶予、刑は決まってて3年から6年執行猶予もらってる状態。今共産党が一番恐れてるのが何なんだろうかなって考えるんですけど、全国のですね、男女共同関連団体の調査でしょうね。コラボは東京都の団体で、各都道府県にああいう連中行くからね、そこ全部見直し。どうせダニング・クルーガーどものやることですから、コラボ同様に収支めちゃくちゃ、活動内容もめちゃくちゃなんでしょうね。コラボね、都議会議員、共産党の都議会議員と一緒にですね、都の窓口に文句垂れ行ったことがあるらしいんですよ。突撃。それ以来ですね、
監査がガダガダに甘くなっちゃった。いう、うちなんとか議員、共産党の。あれ？なんとかうち議員だったっけな？忘れちゃった。なんか共産党滅亡が近くない？これ。令和に移って生き残りかけるかもしれないけど、共産党滅亡近くないですかね？こういうの全国的にやられちゃったらね。想像してみてください。共産党のいない日本を。食いぶちのジェンダージェンダー言うやつもおらず、ツイッターで噛みつくフェミも消え、放射能もおらず、若者が希望を持てる社会になっかもしれないです。共産党を消えさせれば、消滅させれば。無職ブラジル人女性、41歳、愛知県安城市っていうのかな、安城かな、市役所に生活保護申請。職員から国に帰ればって言われた。差別だ。弁護士会に救済申し立て。これ共同通信の記事なんですけれども、これはですね、全国の窓口市役所員、区役所員への警告でしょうね。こんなこと言うと、大騒ぎされっかんな。めんどくせえべ。外国人が生活保護に申請に来たら黙って渡せよっていう共同通信の警告。嫌がらせ。まあテレビではこれやんないと思いますね。テレビで流しちゃうとですね、ちょっと広まりすぎちゃって、俺だって生活保護もらいてえのにっていう人が不満を覚えて、外国人生活保護ってやってる国あんの？とか疑問持たれちゃうとやばいから、ネットの反応です。騒ぐ元気があってなんで働けないの？行ったって証拠は？何しに日本に来たんだよ。帰国させてあげるのが一番の救済だろうな。全部自己責任だろ。ブラジルの方が景気いいでしょ今。愛知トヨタの使い捨てか、役所じゃなくて大使館か領事館に相談すべきと。弁護士の人権救済申し立てやったからなんだっていうのがちょっと不明なんですけど、それにどういう力があるのかちょっと不明なんですけれども、録音でもないと、まあ無理でしょうね。どうせ裏に共産党いるんだろうけど、ブラジルで生活に困った日本人に、ブラジル政府は生活保護くれんの？昨日のね、土葬墓地もっと増やしてって、ムスリムが言ってるっていう話で、だったらムスリムの国に日本人がとんかつ屋オープンできんの？いう話と似てますけれども、それに日本にいてくれって頼んでるわけじゃないですよ。こっちで頼んでったらね、頼んでんだったらね、そっか生活苦しいのか、じゃあしゃあないね、なりますけれども。なんで自国の大使館や領事館に相談しないで、日本の市役所、区役所目指すんだ。不自然でしょ。外国で日本人が困ったらですね、帰国すっかな、帰ろうかな。で考えるのが普通でしょうよ。外国政府に助け求めるなんて思い浮かばないよ、そんなの。助けてくれる外国政府もないけどね。円安で日本は貧しくなってて、ブラジルの方が景気いいみたいですよ。援助や知り合いがいるですね、母国の方がやり直せんじゃない？だから送り届けてやるのが飛行機台ぐらい出すよ。送り届けてやるのが、帰国させてやるのが一番の救済じゃねえかなって、思うんですけどね。ロシア政府、日本は金ねえくせに軍事費増やすな。ネットの反応です。お前言う、お前が言うな。あんたらだけには言われたくない。自己紹介落ちす。気が狂ったようだ。軍備増強は全部お前らと中国のせい。日本は平和的な発展を否定しとも言っていた。ここ笑うとこですかね。囚人を戦地に送り込んでる超末期の軍事国がなんか言ってんな。金ねえのに軍事費増やしてとか言ってるけど、世界中から制裁されてド貧乏確定のロシアに懐の心配されたくない。昔のロシアはなんかちょっともうちょっと落ち着いてたような気するんですけどね。貧すればドンスで、身体極まってバカになってんでしょうか。これじゃあね、脊髄反射で口答えじゃないですか。パヨとかゴモとかと
一緒じゃないですか。やだーって。まあね、あの、元からこういうやつらで、困って字が出ただけ、とも考えられんですけどね。まあ、なんか言ってるぐらいでいいと思いますよ。敵国だし、北方領土盗んでる。で、好きあらば北海道を攻めましょうって思ってる、敵国ですし、まあ、なんか言ってんなー、思うだけでいいと思います。というわけで、メール党員さん、大募集であります。立候補してくださる支部長さん、大募集であります。なんかあの川越の方で、一人若者男性が応募して、来てくれました。顔もなかなか良くてね、ちょっと期待しております。女性もいいですよ。今あの NHK 集金に、下請けじゃなくなって凶暴なやつは徘徊してないから、女性の立候補者も大募集ですよって変えたんですけれども、女性の支部長立候補者はまだいません。これもあの私の不徳の至り、不徳のせい、まあなんて言うんでしょうね。というわけで、あのいろいろとよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。